こんばんは。今日は、実家に帰ってきておりまして、ちょっと今だいぶ深夜なんですけれども、ちょっとみんな寝静まっているので、ちょっと静かめに行きたいと思うんですけど、今日はなんとめちゃくちゃ豪華、カニを食べながら晩酌していきたいと思います。すっごい、一応ちょっと、漁業がすごい盛んなところなんですけど、地元が結構カニとかもあったりして、でも昔は全然食べれなかったんですけど、今はすごい美味しくいただけるようになりました。じゃあでは早速いただきます。あ、違う、お疲れ様です。乾杯。イエーイ。今日は一応カニっていうことだったんで、焼酎の炭酸割りにしてみました。この爪とかは何かあんまり行儀は良くないのかもしれないですけど、ちょっとこういう感じでちょっと歯でやっていきたいと思います。一応ほじくるやつもあるんですけど、あんまりカニを食べ慣れてないんで、ちょっと我流でいただきます。あんまりちょっと結構ちっちゃめなんで、おいしい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 。食べづらいんですけど、でもったいないんで、ちょっと身もいただいていきます。もっと大きかったら銀のほじくるやつとかでもいいのかもしれないですけど、ちょっとこれ小ぶりなのであんまりあれですね。うん、うまい。やばい。やっぱり、カニは、こう、ちょっと、ほじくって食べるから、夢中になっちゃいます。なんか正式名称のカニの、このカニの名前聞いたんですけど、忘れちゃいました。いや、でもなんか見えてないっすね。ちょっと今、あ、見えてるんですけど、こんな感じ、ちょっとちっちゃいんですけど、身がこんな感じ。昔は本当にでもカニも全然食べれなかったですね。本当に偏食すぎてもったいないですね。綺麗に剥けた。うまい。ちっちゃいけどちゃんとカニだ。美味しい。もう手でこうやって絡めてます、
まあ、でもやっぱちょっとこうそんなにカニ食べ慣れてないんで、もうこうやって見てます。カニ、うん、うまい。やばい、食べられないようになってしまった。うまい。でもやっぱご飯とって感じじゃないかもしれないですね。お酒とって感じかもしれない。あ、失敗。うん、おいしい。おいしい。そうだ、ちょっと待って。なんかもし知ってる人とかもいるかもしれないんですけど、なんかカニのこのオスメスの見分け方を初めて聞いたんですけど、今まであんまり食べなかったし、その興味もなかったんですけど、こっちのこっちの方がオスで、こっちの方がメスなんです。メスなんです。この辺がこう面積大きいのがメスらしくて、こっちのこの辺の面積が少ないのはオスらしいです、っていうあの情報、豆知識です。豆知識です。メスの方がなんか卵とか入ってる、なんか毎回入ってるわけではないっぽかったです。今日もちょっともう足全部食べ終わりました。あとちょっと中を取って、その美味しいとこ食べていきます。ああ、でも取るのは下手すぎてダメだった。ちょっとすいません、なんか取るの多分下手です。このオレンジっぽいのが多分卵で、これますかね。ちょっとカニ味噌も入ってて、やばい、これは絶対まずい。すいません、手で食べるのあんまりダメなんですよね。卵いただきます。水も、めちゃくちゃうまい。うん、最高ですね。これはうますぎ。うわ、すごい、卵いっぱい出てきた。超うめ。カニ味噌も美味しい。でも多分取るの下手くそだな。でも味は甘いです。うん、うまい。うまい。ちょっとここは箸使った方がいいかも。やばい、カニ味噌と卵
美味しい。また日本酒とか飲むのがいいのか。今日は焼酎。いやこれはすごいぞ。もうちっちゃいんですけど、もう卵もいっぱいで、カニ味噌もいっぱい、もうこんなのやばいでしょ。うん、うますぎ。いや大人になってカニ味噌のうまさが分かりましたね。卵とか、うわすっげーいっぱいある。卵もカニ味噌もこんな、あちっちゃいけどすごいいっぱい。これわうまい。うん、うま、魚卵好きにとしてはたまらないしね、本当にうますぎる。うん、やばい、ちょっと分量がやばい。次長、ちょっとまだいっぱいあるからおかわりしてきます。お返ししてきました。焼酎の炭酸水割り、うん、おいしい。すごいいっぱいある、マジで。卵とカニ味噌すごいぞこれ。マジでうまい。これご飯と食べる人とかもいるんですかね、もしかすると。子供の頃は、うん。まあちょっと分かんなかったかもしれないですね、さすがに。これはすっごい。あ、ここは、箸の方が食べやすいかもしれない。すごい、カニ味噌がマジで、カニ味噌と卵マジで すっげーうまいぞ。そう、だから卵とかが入ってるからメスの方を選べました。あ、でもカニって魚卵って言わないのかな。魚じゃないですもんね。なんて言うんだろう、くくり的には多分でも一緒ですよ。すごい矛盾になってしまって、うん、うまっ、おいしい。卵超おいしい。あ、やばい、おいしすぎて普通に最後の一口食べてしまった。まあでもいっぱいこうやってやりましたよね。最後でした。ちょっとほじくって食べてますけど、卵も最後でした。うめえこれ。豪華、贅沢ですよねマジで。ちっちゃいかもしれないけどマジで豪華。一人暮らししてて食べないですもんね。うん、最後の一口なんか全然落ちればまだ全然あります。やっぱこう内部がうまいっすよね。いや身も美味しいけど内部の方がうまい。好きですね。うん、まだあるわ。全然まだありました。もはやなんかどこ食べてるか分かんないんですけど、多分柔らかいところ食べれますよね全部。あ、食べきったっぽいな。
全部食べたっぽい。でもまだ残ってるからちょっともっとほじって最後まで食べよう。あ、そういうことか。だからあの銀のやつでほじって食べるみたいな、こういうとこに使うってことですよ多分。なるほど。でも箸でもうまく食べれたと思います。箸と口を使って、うまかった。ごちそうさまでした。すみません、ちょっとカニ初心者なんで食べ方汚いかもしれないですけど、全部美味しくいただきました。いやー美味しかった。もうカニはマジで酒に合いますね。合いすぎる。もう外側の外側っていうか、まあ、身の部分ももちろん、やっぱでも中の部分がやっぱお酒には超合いますね。卵とカニ味噌とすっごいうまかった。普段はあ、でもたまにその焼酎の炭酸割りとかも飲むんですけど、基本はビールかハイボールなんで。でもそカニはそういう日本酒とかそういう焼酎系かなと思って焼酎にしたんですけど、美味しかった。合いますね。よし、またちょっといろいろ晩酌していきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。